お前たちのためにああやって真っ黒けになって働いてるんだから、え、大事にしてやれよ、さくら。はい。トラ。はい。なんだこんなところに、人して。くそ。何べん言ったら分かるんだよ、トラのやつは。ヒロシ、俺がいつ庭でクソをした。違います。第一な、いくら親戚でも、お前と俺とは血のつながらない他人だぞ。え？そのお前に俺は呼び捨てなんかされたくねえな。冗談じゃない。兄さんのこと呼び捨てにするもんですか。あの犬ですよ。あの犬トラっていう。あら、同じ名前だね。私ちっとも気がつかなかったわ。でもお前、犬の方はカタカナだろ。ああ、そうね、トラちゃん漢字だものね。そうそう、トラジロー。下手な芝居見たかねえよ。分かったよ、俺と同じ名前を犬につけて、トラ、トラぶったたいたら蹴っ飛ばしたら知ったんだろう。お兄ちゃん違うのよ。何？トラってつけたのは私たちじゃないのよ。誰だ、どこのどいつなんだ。そいつは誰だか分かんないのよ。お寺でうろうろしてるのをね、誰からともなくトラトラって呼び出してね、そのうちなんとなくうちで飼わなくちゃいけないようになっちゃったのよ。もう捨てちゃえ、その犬。そうだよね、そんな犬可愛がんなくたって、うちには立派なトラちゃんって犬が、いや、人間がいるんだもんね。そうそう。おばちゃん、え、今なんて言ったんだい。え、よっぽど人をバカにしてなきゃ言えないぞ、そのセリフは。どうしてだい。ね、もういい加減にしてご飯食べない。おつゆ冷めちゃうからね。うん、はい。あ、トラ、いるかい。トラ、トラトラ、魚の頭も持ってやったぞ。ちょっと、ね、待て、俺のことバカにしちゃうのか。やろう、何しちゃうんだよ。何だ、社長やめてください。ショー、トラ、やめてください。これ俺のことバカにするのか。やめろトラ、お前が悪い。何、どうして俺が悪いんだ。え、悪いのは俺のこと犬扱いにしてるじゃねえか。それが悔しかったらな、もっと尊敬される人間になれ。そうすりゃ誰もあの犬にトラなんて名前つけやしねえよ。それをなんだ、いい年して嫁ももらわねえでフラ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 してりゃまるで野良犬じゃねえか。そうか、それを言っちゃおしまいよ。さくら、俺は出ていくぜ。あの犬頃にせいぜいうまい餌でも食わしてやってくれ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、みつおにお土産まで持って帰ってきてくれたのに、こんなことになっちゃって。今度の節句にもし帰ってくるようなことがあったら、こんなでっけえクジラみたいな鯉のぼり買ってくるよ。あら、墓地に変えた方が。